っかくだったらちょっと対決したいなぁ。いやちょっと待ってください、こあのどう考えても無理でしょ、こんなのだって。だって見てください、やめてください。あ、これダメか、ダメか。はい、テリー土屋車の話出張坂出店のコーナーです。乗っ取ったら、はい、もう私江崎ロは一人でやらせていただきます、今回だけ。もうね、そのうち山田さんいなくてもできるように今から練習していきたいと思います。で、今回ですね、まあ、後ろ今車2台並んでるんですけど、まあ、こちらのインプレッサー、私の愛車のいつものおなじみかと思うんですけど、ちょっとピンクの可愛いお車がもう入ってると思うんですけど、こちらのオーナーさんたちちょっと登場していただきたいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。秋葉原でナンバーワンのメイドカフェマジカルロリポップでございます。チャンネル登録者数は25万人です。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。そう、その25万人の中にちなみに私も入ってます。ありがとうございます。めっちゃ見てくれてるんですよね。すごい見てます。もう最近秋葉原の駅前で皆さん知ってます、カンカンダンス、みんなで秋葉原のメイドちゃんたち踊ってて、ハム店長含め、はい、でも一番キレッキレなのセンさんです。どうもありがとうございます。キッチンのセンタロウでございます。ありがとうございます。もう本当にすいません、もう本当にありがとうございます。コメントとか見ると、はい、もうセンさんか一番可愛い、一番可愛いって。はい、今日はね、あの、はい、あくまでもちょっと2人が主役なので、僕はちょっと横にいるだけです。はい、はい、ちょっともう一回マジカルロリポップやご自身について、はい、ちょっとご自己紹介の方させていただきたいと思いますけど、いいですか。はい、大丈夫です。はい、はい、私たちは秋葉原にある魔法メイドカフェマジカルロリポップって言います。で、それ以外にも秋葉原には6店舗と大阪にも2店舗あります。はい、はい、あと今一番募集しているものは従業員でございます。はい、今200人のメイドさんが働いてくれてるんですけど、初めて働くメイドさんが多くて、でまだまだたくさんのメイドさん募集しているので、興味ある方はぜひ働いてください。あの、もしあの家族でなんか若い子いたら、あのメイドどうって言ってください、お願いします。逆に乗っ取られてる。はい、はい、いただいてます、すいません。私ももともとメイド喫茶で働いてたんで。マジっすか。そうなんですよ。ちょっともう一回やりません。もう一回、もう一回、やばいやばいやばいみたいなんで、はい、妖精さん側で今働こうかなって。え、だってね、あの、うちのチャンネル、25万人のチャンネルの MC できますよ、これ。そこも乗っ取っちゃう。ちょっと車の方とかもちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、ハム、やっちゃって。お車、誰のなんですか、この可愛い車。はい、私の車ですね。ハムさん乗ってるんですか。はい、はい、私が乗ってるんですけど、もろもろは全部センタローさんがやってくれた。すいません、はい、僕はあの管理の方全部やらせて。私はもうただ乗りたいって言ったら、あの、現れました。さあ、ハム店長があの車が欲しい、乗ってみたい、車買いたいって言ったんで、はい、あ、じゃあもういい車あるよって言って勝手に買って、はい、勝手に買って、はい、私が払うっていう。そうなんです。ちゃんとね、毎月給料からガザッと引かれて、はい、引き下されてるんです。天引きです。はい、ハム店長、車がもともと好きなんですか。そうでもないです。あ、そうでもない。どういう、ちょっとどうでもないです。最初はね、最初はね、知らなかったんで。そうですよ、私自身車すごい好きかというとそうではないんですけど、興味がもうやっぱ面白いことしたいとか、すごい興味はいろいろあって、センタロウさんがもともと車をサーキットとかで走行されてたので、私もやりたいっていう風に伝えてって感じになります。そうなんです。確かにこれ結構いろんな都内とかも泊まって、秋葉原も泊まってるんじゃないですか。はい、そうなんですよ。その SNS で結構上がってるのも、あ、そうです、結構宣伝効果にもなってます、ね。あ、そうなんです。ありがたいことに、あの大黒パーキングでやたら叩かれるんですけど、他のところではすごくいい感じで皆さんに扱っていただいてます。ちょっと気になったんですけど、はい、ナンバー86じゃないですか。はい、でも86じゃないのに、最初なんで86なんだろうって思ったんですけど、はい、そうですよね、これめちゃめちゃ言われるんですけど、ね、私の名前がハムなので、86にどうしてもしたいって言ってナンバー86にしました。ですよね、私はもう気づきました。ハム、はい、店長だから86なんだなと思いました。さすが、すごい可愛いけど、結構しっかりカスタムもされてて、サーキットも走行できるということなので、はい、せっかくだったらちょっと対決したいなぁ。いや、ちょっと待ってください、こあの、どう考えても無理でしょ、こんなのだって。だって見てください、あ、これダメか、ダメか、すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、スバルブルーじゃないですか。こんな STI に勝てるわけないじゃん、ロードスターが、どう考えたって。でもちなみに言うと、これ STI じゃなくて GTA 型の涙目なので、ちょっと違うんですよ。あ、ワンチャンいけるかもしれない、ワンチャンいけるかもしれない。あ、待って待って、タイヤチェックしていいですか。やめてください。ハム、いける、いける、いける、うちのカップタイヤ、うちのカップタイヤだから、これズルズル、ズルズルよ、多分。で、ちょっとやりたいなと思ったんですけど、今回あの、あまり調子良くなくて、次に持ち越し対決でもいいですか。これだから EJ20 はよ、なんかあるとすぐこうなんだよ、 EJ20 本当に。もうね、20万キロ近いんで。あ、それはね、休ませてあげてください、はい、もう。はい、ちょっと残念なんですけど、ハム、はい、店長だけでもちょっと走ってもらいたいなと思って。はい、走ります。見せてやれよ。走ります。初めて本庄走るハム、行ってやれ。そうなんですよ、初めて走りました。今日初めて走るんですか。はい、
普段はつくばがメインで走ってて、はい、今つくばでだいたい12秒ぐらいで走ってます。1分12秒。初めての本庄も走ってもらいたいなと思うんですけど、はい、お願いします、はい。楽しんできます。刺さらないでね。頑張ります。どうでした？初めての本庄サーキット。でもすごい楽しかったです。初めてこう走ったんですけど、カーブがすごいきついところがめっちゃ楽しくて、なんか遠心力みたいなの好きなんですよ、はい、だからめっちゃ楽しかった。遠心力が好き。そうなんです、はい、ハブタイム言ってあげなさい。タイムが56秒544でした。はい、言い訳を僕がしますね。まずしますね。いや、はい、違うんですよ。そうなんですよ。あのまず、はい、ちょっと今日もタイヤがそもそも結構きつかったんです。後でちょっとこれインサート撮っておいてください。タイヤのもう限界のところだったのと、ハムがコース慣れてなかったのと、あとね、今日の営業時間が16時までなんですよ、ここ。はい、はい、コースインした時間がね15時57分です。無理やって無理やってあと2周で、ね、したら絶対出てますよ。すごいみんながびっくりするために絶対出てたから、はい、なのでちょっとぜひちょっと次は私も車完璧にしてくるので、はい、ちょっと対決やりたいなと思うんで、ぜひお願いします。ぜひお願いします。じゃあありがとうございました、はい、ではマジカルロリポップのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございます。中古車買取ホッポ、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホッポで検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、はい、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。